大洗タワー、大洗マリンタワー、これは低いですね。うわすごいコンテナの数、トラック、はい、トラックです。サンフラワー号じゃん。あ、本当ですね。大分まで行くんじゃない。大分でしたっけ。おいしい。お父さん、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 複雑な家庭だと思ってたんです。うわ、こっちの方にも何を運んできてるんやろうね。そうですね、トレーラーのあの荷台の方ですね。ほら、太陽光発電がすごい。今日は発電してるよ、はい、角度が低いですけど、まあ、冬だからしょうがないですね。あれ夏より冬の方が、冬っていうか春とか秋の方が映ってるんやろ。はい、俺も一緒思った。わ、波が強い。強いですよ。太平洋は違うね、日本海と。そこの砂浜広いもん。そこの砂浜行きましたんな。いや、やっぱです、すいません。 あれやね、やっぱ段差があるね。天然の防波堤になってる。あそこにほら、うん、海のところに人がいっぱいいるよ。そうですね。日光連山の高い地。タワーと、あ、なんか上が光ってる。おお、すごい。県庁が見える。見た。県庁が左の方に。ビル群が塊に見えます。はい。アートタワーが上が光ってますね。ズームだ。おお、さすが。おお、そんなはっきり見える。おお、すごいじゃないですか。おお、これは。しかし G1 タワーはどこから見ても文句なく高いんですね。でもなんかマンハッタンだったら250メートルぐらいの高さであれぐらいのマンションが建ってるかもしれないですよ。県庁が見えるよ、左側に。離れてるね、ちょっと。はい、離れてます。お、あれ延長する。どれ G1？ G1 タワーはここ。日立エレベーター、実験棟、エレベーター試験棟。試験棟、うわ、ビルに見える。はい、マンハッタンだったらあれぐらいのビルはあるかもしれません。マンハッタンは400メートルのマンションがあるじゃん。いや、250とかでもあんぐらい細いのあるかもしれない。ああ、細いのがね。ママにお願いしてくれ。はい、大洗のビーチに来ました。砂浜の幅がすごく広いです。半分は芝生になってるけど、それでも、ああ、今やっぱ潮干狩りや。今以外の資源保護のためこの地域での潮干狩りをする場合は3センチ以上の貝を1日1キログラムまでとする。YouTuber 逮捕系 YouTuber、 個人逮捕系 YouTuber じゃない。スノーバンク、こんなにでかい貝が
あるんだ。撮ってるよ。かなり撮れてる。でもほら沖の方見て、サーファーがいっぱいいるよ、向こうの沖。ちゃんと入れ物に入ってます。意外とちっちゃかった。ああそうですね。団子いい匂いしますね。お笑い名物、はあ、なんかいい匂いがする。ほらこれが蜜やろ。蜜、あ、蜜ってその蜜なんですか。知らん、蜜やから蜜かもしれない。違いますって。え、蜜甘い匂いですかそれ。どうですか。分かった。何ですか。美味しいよ。あの、みたらし。みたらしに。あ、ほんまですか。じゃあ自分もそれだったら、みたらしだったら好きですよ。みたらしがちょっと甘くて、きな粉を乗せたような感じ。はい、そんだったら自分もいいですぞ。きなこ餅のイメージと。おー、今日もいい天気です、ほら。港公園。ほら巨大な要塞みたいな工場があります。なんだこの複雑なトンネルばっかり。トンネルじゃない、煙突ばっかり。そして貨物船が。こっちには石油かな、石油かガスかのコンビナートがあります。ずらっと並んでます。確か関東第一火力発電所の煙突が 250m じゃなかったですか。火力発電ね、これ。これだったんですか。奥かな、奥かな、あの煙入ってるところですかね。なんか 250m の煙突が、その手前じゃないの、青い。何を積んでる、下ろしてる。石炭かな。いや、これなんか、なんか積んでるだけで気持ち悪いなって。ほんとね、お買い物積んでる。後ろが下がってるね。こっちのタンカーみたいなやつ、なんか車が低いですけど、沈みませんか。静かやね。いや、水は汚いけど。ついに来ました、霞ヶ浦。すごい、なんか水が映ってて。水が映ってる？空が映ってて。本当だ。静かやね、やっぱり。波がないもん。海じゃないから。筑波山？はい。
山の川筑波山ですよ。霞ヶ浦ほぼ全貌、はい、なめ方バーガーです。目の前は霞ヶ浦、霞ヶ浦大橋。あ、ストロー。いかがですか。忘れたんです。こんなのよ。普通やね。豚パックン？はい。俺鴨パックン。鴨肉じゃない？ナマズとなんかが。ナマズは怖かったけどやめた。はい、自分の淡水魚はなんか怖そうなんですよ。怖くないんでしょうか。何日本の。テリヤキバーガーみたいな。全然違う。何が違うんですか。中はえコロッケみたいなの。はい、豚ですけど。お、コロッケ、コロッケというかメンチみたいな。普通のハンバーガー。めっちゃ悪いけど。はい、霞ヶ浦です。こっちが石岡方面筑波山、そして霞ヶ浦大橋を渡っております。今石岡方面は、あ、いやいや、すいません、行方から霞ヶ浦市方面に渡って向かっております。こっちが広い方の霞ヶ浦。はい、水面が静かで空を反射しております。はい、そしてこちらが狭い方ですけど、奥に筑波山が見えますぞ。ウユニコみたいって言ってなかった。ウユニコでしたっけ、あの 空が反射するやつ、うん、はい、でも最初のあのタコ壺みたいなところの方が綺麗に反射してましたね。そのユニコに似ている、あ、そこのスポットに行こうとしたところ、どっか行こうと思ったけど、あれどこだった、四国、いや和歌山じゃないですか。和歌山だけど潮の満ち引きで行けなそうなタイミングとかもあるから。